1982年の阪急ブレーブスでは、1982年の阪急ブレーブスにおける動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、2回目の上田理事監督体制の2年目のシーズンである。上田監督1年目を2位で終えたチームは、先週大学の山岡幸彦をドラフト1位で獲得して、ベテランに頼る投手陣の強化を図ったが、打撃陣は前年と不変だった。 こうしてスタートした1982年のシーズンだったが、前期は西部や近鉄と首位を争い惜しくも2位で終了。後期は西部の出遅れもあり8月には日本ハムに次ぐ2位に、つけるが島谷金次、加藤英二、ボビー・マルカーノなどの打撃陣が息切れ。9月以降は近鉄や前期再開のロッテに抜かれて5位に転落したのが響いてシーズン勝ち越しながらも、 通算成績は4位で終了した。投手陣では山田久志と今井祐太郎などがローテを守ったが、ルーキーの山沖は打線の援護に恵まれず7勝15敗と負け越した。打撃陣は若手の台頭があったが、前述のベテラン選手が息切れしたのが響いて2年連続の A クラスはならなかった。シーズン終了後加藤は水谷実夫との交換トレードで広島移籍し、 かつてのリリーフエース、山口隆をはじめ代打の切り札、高井康弘や大橋城、2番手保守の河村、健一郎、1977年に中日から移籍し、中心打者として活躍した島谷など、ベテラン選手が引退し、マルカーノがヤクルトへ移籍するなどチームは転換期を迎えることになる。7月は後期開幕日、8月1日はダブルヘッダー第1試合。 優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。